おはようございます。おはようございます。鈴木孝之と言います。今日の短い時間なんですけど、みんな、ご協力できればと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここからゆっくりよ、ゆっくりゆっくり。最後、早くね。OK、伸ばす。ストレッチして、ストレッチ。はい、
ナイス。おー、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 おー
国体になるとやっぱり普段のリーグ戦と違ってトーナメントになるから1点の重みって結構ね、プレッシャーになると思う。だからまずしっかりと守備をして点数を取られないことが、まあ、やっぱりトーナメントで勝ち上がることは重要になってくるから、その辺みんなでまあ意識してやっていく必要がまああると思います。それとあと当然ね、トーナメントになると向こうも同じ気持ちでやってくるからしっかりと守備してくる。だからそれに点数取るためには攻守の切り替えって重要になってくると。だから自分たちが守備してた時に早く切り替えて攻撃に移らないとなかなか点数って取れないから、そういう相手の隙を作る戦い方をトーナメントではしていった方が確率は上がるかなと頭に入れながらやりましょう。で、そういうコーチも高校の時ベスト準決勝かな、準決勝まで行ったのでそれ以上目指してみんな頑張ってます。まあ、いい結果を期待します。いいですか。はい、今日はありがとうございました。福井国体優勝するぞ。はい、ありがとうございました。